おはようございます、キャンプショーです。今日は愛知県常滑市でワインの醸造と農家レストランサンセットウォーカーヒルを経営しているマバさんのやっているイチゴ農園でキャンプをしに来ました。始まるよ。今日はこのコールマンのファイアディスクで焚き火やっていきます。彼は総兵って言うんですけど、今日は2人でここで野営を楽しんでいきたいと思います。外のガスバーナー、今回もこいつでサクッと焚き火に火をつけたいと思います。なかなか直火できるキャンプ場じゃないんですけど、このファイアディスクの面白いところは薪の組み方とかちょっと直火っぽい感じで楽しめるんです。普通の焚き火台とかだともう最初から効率のいい形で薪を入れて燃やせばそのまま燃えていくんですけど、この自分で100ラとかそういうの組んで火を育てるみたいなのが楽しみ方ですね。よし、じゃ あの火もついたんで今日は総兵と乾杯していきたいと思います。お疲れ様です。キンキンだよ、キンキンですね。クーラーボックスは久しぶりにエオクーラーズの24パックこいつ持ってきたんですけど、まあ今日軽めの荷物で来たんでイエティのタンドラよりもライトな感じで持ってけるソフトクーラー使った方がいいなと思って持ってきました。まあ今冬ってのもあるんですけど、キンキンだね。キンキンです。キンキンに冷えてるんで。キンキンです。まあ、この中ロゴスの氷結パック入れてるんで、十分冬だったら外クーラーでいけると思います。まあうまい。あっちあっち。ああおお。大体で。ただこれ過去に動画でも出してるけど倒れるんだよね。結構アクシデント多めですよ、ね、三脚なんで重みに耐えれず。そうそう、こうやって直火っぽい感じでスキレットを温めたりとかってのもこのファイアディスクの、まあ、遊び方の一つかなと思ってます。じゃあ肉に味をつけていきます。今日使うのはこのグリルメイツのモントリオールステーキシーズニング、こいつでサクッと味付けていきます。こういうシーズニングっていうと堀西とかいろいろうまいやつ日本から出てますけど、まあなんかこういう英語っぽいやつ、こういうの使うとグッと高まるんですよね。それだけの理由でこの英語のやつ使ってます。これがね、ミスジの寿司。それですね、これが寿司。よし、うわ、風向きがあっちだった。よし、ニンニクはまあ家だったらこういい感じで刻んだりとかするんですけど、まあ面倒くさいんでサクッといきます。うわー、かっけえ包丁出てきた。やばい、こう入れて、少し OK、このだけでいい。おお。よいしょ。おお。ニンニクはどのタイミングで投下するんですか？ニンニクは後で
繰り返してから最初じゃないんですか。うん、焦げるんで、ニンニクが。あ、僕は僕です。あ、こう入れるんですね。入れる入れる。で、泳ぐぐらいバター入れたら、そこにニンニクを入れる。いや、そこに入れた水は。全然油が少ないけどな。このこうやってニンニクの味を吸ったオイルをねかけることで香りをつけていきます。アルミホイルで肉を包んで休ませてやることで肉汁がね落ち着くんで、これ絶対忘れちゃいけない工程ですね。5分ぐらい置いておきます。今日はステーキとポテトのコンボでいきたいと思います。さっきステーキを焼いたスキレットでそのまんま使えばニンニクとかそういうのも味付くんで、今日使うのはこの細切りポテト。よしよし、味をつけていきます。よし、 OK。耐えれない。本当にこの1枚は無理です。サーモン派です。あ、ちょっと生だな。生いける？全然いけます。オッケー、生だな、だいぶ。どう？じゃあここにポテトを入れて、その上に肉を置いてポテトとステーキのコンボ完成させますね。すげえいい匂いする。いい感じで。うわー、ジャンキーっすね。すげえレア。じゃあ、 ポテトとステーキのコンボ出来上がりです。どうすか？1100円プラス税。こういう感じで。おいし、できた。食ってきますか、ソイ君。ありがとうございます。ステーキとポテトのコンボ出来上がりです。チリコンカルネを作っていきたいと思います。いわゆるチリビーンズですね。ひき肉を炒めて、そこにチリパウダーを入れてチリの味をしっかりつけた後にトマトを入れて煮詰めていって、そこに最後豆を入れるっていうレシピがチリコンカルネです。ひき肉を炒めて玉ねぎを入れて、そこにトマトを入れて煮詰めるってこれじゃんと思って、ミートソースだと思うんですよ。だから今日ミートソースにチリパウダーを入れて、豆、ミックスビーンズを入れれば多分本格的なチリコンカルネになるんで、クッカーにまずはミートソースこっち入れます。
あ、もうこのまんまでもうまそうな感じですね。このミートソースって多分ひき肉と玉ねぎとトマトをしっかり煮詰めてある状態なんで、もういい感じで出来上がってきてますね。このマコーミックのチリパウダー、こいつをガッとこうやって、だいたい大さじ1ぐらいね入れると多少多めでもいいんで、ひき肉と玉ねぎとトマトをしっかり煮詰めていくっていう作業をミートソースは一発で仕上げてるんですよね。このチリコンカルネなんですけど、テックスメックス料理って言われるジャンルになってて、テックスってテキサスのことなんですけど、僕が一番大好きなキャンプギアのブランドのイエティの発祥ってあのテキサスなんですよ、はい、そのテキサスに少しでも寄せれると思うとちょっとワクワクしてきて、このチリコンカルネはどうしても作りたいなっていうメニューの一つです。でちょっと指ペロしてみて、もうミートソースじゃないでしょこれ。チリでもめっちゃ入って全然いいですね。テックスがメックスしてる。テックスがメックスしてます。ここにミックスビーンズをバーッと入れて、こうやってバーッとババーッみたいな。これでもうほぼ完成。これはチリコンカールネの出来上がりですよ。これ見た目はもうチリコンですね。これで完成。チリコン感それだけだと美味しくないんで、これポテト一緒にかけちゃうっていうスタイルですね。そうそうそう、チリパウダーなんですけど、このマコーミックのチリパウダーはチリペッパー、クミン、オレガノ、食塩、ガーリックが入ってるんで、こいつかけるだけでいきなりテックスメックスなんですよ。とにかくこいつ一本でテックスメックスいけるんで、これおすすめです。この冷凍ポテトが結構いい感じで、肉焼いた油とかニンニクの香り吸ってて、とにかくうまいポテト出来上がってきてます。ここにいること、これラストなんで、油もいっちゃったね、もうこれどうやら。ああ、使い切りですね。よし、できた。あ、やっちゃうんだ。こいつもこういう感じで、ほら、わかるでしょ。はい、チリコンカルネとポテトのうまいやつ出来上がりました。すごいなこれ、うまそう。じゃあ召し上がっていきます。